シュレースビヒイコールホルシュタイン問題。シュレースビヒイコールホルシュタイン問題。シュレースビヒイコールホルシュタイン問題。ドイツ語、デンマーク語、とは、ドイツとデンマークの中間にあった、シュレースビヒ公国及び、ホルシュタイン公国。現在は大部分が、ドイツのシュレースビヒイコールホルシュタイン州の帰属をめぐる、問題を、ドイツ側から論じたもの。デンマーク語では、南ラン問題という。 このように立場により名称すら違うことからわかるように典型的な民族問題である。ドイツ人によるゲルマン主義と北欧人による反スカンディナビア主義のナショナリズムの衝突であった。ゲルマン主義はドイツ統一後に全体主義化し反ゲルマン主義へと変遷していった。シュレースビヒーコールホルシュタイン問題はドイツにおけるドイツ統一と同義となり、 シュレースビヒイコールホールシュタイン戦争へと発展し、最終的には武力によって解決させられた。ユトランド半島、デンマーク語では、ユラン半島の付け根にある、シュレースビヒ公国及び、ホルシュタイン公国は、中世よりデンマークとドイツ諸公の領有権争いの温床となってきた。1460年に、当時カルマル同盟を率いていたデンマークによって、領有され、 シュレースビヒイコールホルシュタイン公国が形成された。しかし、シュレースビヒイコールホルシュタインは2つの公国からなり、ホルシュタインはドイツ側のキールに主婦を置いていた。この地域はドイツに近く、近世以降ドイツ人が主体を占めるようになっていった。ドイツにはドイツ人、デンマークにはデジン人、デンマーク人という民族意識を持つようになるのは17世紀に、 勃発した三十年戦争以後のことである。しかし両民族による国民意識が高まるのは19世紀初頭、ナポレオン戦争によってであった。その原因となったフランス革命は国民国家の一を築き、革命の輸出という潮流を生み出した。シュレースビヒイコールホールシュタイン公国でも同様であった。南部のホルシュタイン公国では次第に ドイツ系の住民によるデンマーク非支配に対する反感が高まることとなる。この時期におけるドイツ側の政治的問題はドイツ統一問題であった。ドイツの歴史上において30年戦争以来分裂状態を極めてきたドイツに民族主義が芽生え統一に向けての運動が波及したのである。この運動はホルシュタイン公国におけるドイツ人を刺激した。 オリシもフランス七月革命の影響が欧州各国に波及したことで、この問題は急激に拡大していく。その最初の目が1842年に巻かれた。この年、ホルシュタイン公国で小規模ながらドイツ系の反乱が起こされたのである。この反乱はすぐに鎮圧されたが、ドイツ、デンマーク両国のナショナリズムに火をつけることとなる。ドイツでは前室のドイツ統一問題。 デンマークでは、この時期に、北欧全体に新感を与えていた、ハンスカンディナビア主義が、性問題と結びつけられ、シュレースビヒイコールホルシュタイン史首の合法が、北欧諸国民によって打ち鳴らされた。特に、スウェーデンイコール、ノルウェーをオースカル一世はこの主義の熱烈な、主義者であった。この国王は、北欧の一体化を目指し、欧州列強に対し、独自性を主張していくのである。 1848年、デンマークでは、オレンボー家最後の王フレゼリク七世が即位し、シュレースビヒー・コールホルシュタインがデンマークと不可分であることを宣言した。この宣言は1849年に、デンマークの6月憲法の一部として制定された。欧州では1848年革命が勃発し、ドイツにも波及した。ドイツにおける統一問題は、 ホルシュタインのドイツ人をして、ドイツとの連合、デンマークからの分離運動に発展するのである。こうした経緯の中、再び反乱は起こされた。ホルシュタイン公国において、ドイツ系の暫定政府が成立し、デンマークからの独立を画策したのである。暫定政府は、ドイツ連邦で有力な地位を占めるプロイセン王国の支援と分離の指示を受けていた。一方、 シュレースビヒ公国はデンマーク残留を望んでいた。かくして1848年から1852年は引き起こされた。1848年から1852年まで続いた戦争でホルシュタイン側をプロイセン王国、両国の維持とシュレースビヒ側をデンマークが支援し出兵した。スウェーデンは中立主義にのっとり、 直接参戦はしなかったものの、スウェーデン王オスカル一世への政策によって、義勇軍が送られた。戦争は、プロイセン軍の撤退によって終了したが、問題は何だ解決しなかった。第一次シュレースビヒイコールホルシュタイン戦争後に結ばれたロンドン議定書は、終戦条約と言えるものとはならなかった。議定書は、6月憲法の両公国への布告が、 明言されず、現状維持を提する内容であった。しかも、広告問題のみならず、この時期、デンマーク自体の多い継承問題も浮上するのである。新王家が両広告の主権を獲得するか否かの問題も加わり、シュレース・ビヒイコールホルシュタイン問題は複雑化していったのである。6月憲法が両広告に布告されなかったことで、同様な問題が後にも起こりうる。 可能性があった。プロイセン王国は、両公国がデンマークに属するものではないと認識していた。また議定書は、6月憲法がデンマーク国内にのみ適用されることを認めていた。ドイツ側からすれば、この時期、統一を志向するナショナリズムのエネルギーに欠けていたことが、シュレースビヒイコールホルシュタイン戦争の失敗につながったと言えた。デンマーク側からすれば、 当時左官となっていた反スカンディナビア主義の自流に乗り、北欧全体の支援を得たことが戦争の勝利に否決したと言える。しかしこれは諸問題の解決には至らなかった。1863年、デンマークをフレゼリク7世が死去する。デンマークの王い継承法と議会の決定により、オレンボー家の暴流、グリュックスブルク家のクリスチャン9世が、 デンマーク王を継承することになった。フレゼリク七世は、生前、十一月憲法を布告し、両国のデンマークへの併合を含めた継承令を明らかにした。こうして、新王家、グリュックスブルク家が両国の主権者となったが、これに反対の立場を示したのが、一方の継承国である、プロイセン王国であった。この時代になると、ドイツ人のナショナリズムは、 以前よりも高まりを見せ始めていた。一方北欧では、ハンスカンディナビア主義の体調の兆しが見え始めていた。それでも、なお、ハンスカンディナビア主義は、スウェーデンイコール、ノルウェーオーカール15世によって牽引されていた。一方、ドイツ統一を牽引していたのが、1862年に最小となったビスマルクであった。 鉄血政策を推進するビスマルクは、1863年に制定された11月憲法は、ロンドンに定所違反であるとして、鉄を要求すると同時に、臨戦体制を取り、デンマークを圧迫した。戦争回避は望めず、1864年に、両国は改戦した。1864年の開始である。オーストリア帝国と同盟したプロイセン軍は、 圧倒的な軍備とビスマルクの外交政策により、スウェーデンと欧州列強の中立を導き出し、デンマークを屈服させた。ハンスカンディナビア主義は、この戦争の敗北により挫折した。シュレースビヒーコールホルシュタイン公国は、プロイセンとオーストリアに引き渡された。シュレースビヒーコールホルシュタイン問題は、結局力によって解決された。1866年には、 広島戦争が起こり、両公国は、プロイセン王国によって併合される。この後デンマークは、挫折から立ち直るために、外で失った者をうちで取り戻そう、というスローガンのもとに復興を目指すのである。シュレースビヒーコールホルシュタイン問題は、このようにして、週末を迎えたが、デンマーク人が多数定住していた北シュレースビヒーは、 第一次世界大戦でのドイツ帝国の敗退により、戦勝国である連合国によって、民族自決権を与えられた。を経て、1920年シュレースビヒ北部はデンマークに復帰した。中部及び南シュレースビヒは、ドイツに残留している。現在のドイツのシュレースビヒイコールホルシュタイン州には、今もなお、デンマーク系住民が少なからずいるが、もはや民族問題は起きていない。 なぜならば EU 通貨統合により経済的障壁がなくなり、また宣言協定によってパスポートコントロールが撤廃されたため国境が実質的に消滅しているからである。しかし彼らは今でもデンマーク人としての誇りを持ってデンマークの国旗を掲げ女王マルグレーテ二世に忠誠を誓って現代を生きている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。